スノーマン宮舘良太、それスノーでメンバーにずっと言いたかった秘密を諸国しろ。渡辺翔太向井孝二は、高級美容食材を目指し、無人島にある極境洞窟へ日本人初潜入 TBS にて毎週金曜に放送中の、それスノーマンにやらせてください。10月25日20時からの2時間スペシャルでは、渡辺翔太×不老不死企画の第3弾と、復活。 それスノー未成年の主張の第二弾を放送。スタジオゲストには、サエコ、土屋太夫、マットが登場する。渡辺翔太×不老不死、企画第三弾で向井工二が初参加し、美容大国大へ。渡辺が過去一過酷なロケと語る、その内容とは。スノーマン一の美容男子渡辺翔太が、最強の美を求めて、不老不死の食材探しをする企画第三弾。 今回は美容大国隊へ。美容仲間のマットに加え、実は隠れ美容マニアだという向井工事も初参戦することに。タイで人気のドロスパを体験することになった三人だったが、驚きの光景に悲鳴が上がる。そして、タイの国王も認めたと言われる最高峰の絶品美容フルーツを収穫へ。しかし、その危険すぎる収穫法に、渡辺がぶち切れる。さらに、 高級美容食材を目指し、無人島にある極境洞窟へ日本人初潜入。渡辺が思わず、怖い、とつぶやく、その先にあるものとは。渡辺が、過去一できつかった、と語った今回のロケ。その過酷すぎる道のりに、スタジオの土屋太をサイコ古も思わず息を飲む。ソレスの晩、未成年の主張第二弾。安倍良平宮舘良太が学校ロケ。 豪華ゲストも登場ソレスの晩未成年の主張企画が再び。学校へ行こうの名物企画で、2024年6月に、ソレスので復活し、本家である坂本正幸から、引き継いでもらいたいと正式に継承された本企画。今回は、安倍良平と宮舘良太が学校へ行き、生徒たちが思いの竹を屋上から叫ぶ。男子生徒が好きな人に愛の告白。全員が祈りながら見守る中、 出した答えとは。さらに、宮舘がスノーマン結成以来、メンバーにずっと言いたかった秘密を諸国しろ。そして今回も生徒だけではなく、あの世界的スターや大物俳優たちの、成人の主張も。驚きの告白が連発し、スタジオは大爆笑に包まれる。